8月16日の夜、京都の夜空に浮かび上がる送り火、お盆で戻られたご先祖様の霊をお見送りする行事、それが五山の送り火です。京都の町を囲むように5つの送り火がたかれます。如意ヶ岳の大文字、松ヶ崎西山の明と松ヶ崎東山の法、西賀茂船山の船形、大文字山の左大文字、曼荼羅山の鳥居形、この5つが午後8時大文字から5分刻みで点火されていきます。そんな五山の送り火、一昨年は佐賀広沢の池から鳥居形、昨年は鴨川デルタから大文字をご覧いただきました。この動画は概要欄にリンクを貼っておきます。興味のある方はご覧ください。今回は船岡山から妙法左大文字をご覧いただきます。この日日中は1系統の旅の取材で1系統沿線を回っていました。1系統は西賀茂車庫前から出町柳駅前を往復する系統です。その西賀茂車庫は西賀茂船山のふもと、西賀茂車庫からは間近に船尾形が見えます。来年はこの辺りから見てみたいなと思っています。さて今回の撮影場所の船岡山は京都盆地内にある3つの丘陵のうちの一つ、平安京のメインストリート須田小路の真北に位置し、平安京の基準点とも言われているところです。船岡山に着いたのは17時30分。船岡山には送り火を見ることができるポイントが複数あります。今回は妙法と大文字が見えるポイントに向かいます。ポイントにはすでに多くの方々が場所を確保されていました。撮影ポイントを確保してみると、見えるはずの大文字の方向には大きな杉の木が、昨年は見えていたそうですが成長した杉の木が視界を遮っていました。まあ今回のメインは妙法ですし、この位置で点火時刻20時5分を待ちます。右手に見える高い山は比叡山、日も落ち次第に暗くなり点火時刻が近づきます。20時になり大文字の点火時刻となりました。杉の間からわずかに大の字が見えます。そして5分後の点火時刻、松ヶ崎西山の明と松ヶ崎東山の方が浮かび上がりました。草書体の明の字は鎌倉時代に日蓮上人の孫弟子の一蔵上人によって書かれたもの、霊書体の法の字は江戸時代に松ヶ崎泉涌寺の末寺の住職によって書かれました。公益財団法人松ヶ崎立正会が居床の管理や点火を担当されています。特に法の字は家ごとに火床が決められており、主政で代々受け継がれています。妙法の点火後、場所を移動して左大文字が見える場所に移動します。船岡山山頂からは以前よく見えていましたが、ここも木の成長で少し隠れています。左大文字は妙法点火から遅れること10分後の8時15分に点火されます。位置を確認して次の場所に向かいます。次のスポットは野外ステージ、街灯がちょっと邪魔ですが綺麗に左大文字を見ることができます。ここも多くの方々が見ておられました。船岡山から左大文字まで約1キロ、井床の炎の揺らぎや木組みまで見て取れます。左大文字保存会は旧大北山村の旧家の男性で構成されています。代々地元の人々によって守られてきたお盆を締めくくる伝統行事、五山の送り火、心静かに炎を見つめてご先祖様に思いを寄せる良い時間を過ごさせてもらいました。京都駅からのアクセスです。市営地下鉄からすません北大路駅下車、北大路バスターミナル青のり部から入線系統に乗車、船岡山下車徒歩すぐです。